うわー、毛むくじゃらー。はい、どうも、レイです。本日もヒーローモードをクリアしていけたらいいなと思ってるんですけども、みんなにちょっと伝えたいことがありまして、このヒーロー装備、強化することができました。私はですね、小邪気の体力がアップしたり、敵インク影響を軽減したり、ヒーローシューター強化したり、早口すぎて自分が何言ってるのかもわかんなくなってきたんですけども、ちょっと強くしたので、これで今回は戦っていきたいと思います。そして新しいステージに来たということで、まず目の前にある夜間から行こうかな。はい、行ってきましょう。あれ、入れない。行ってきましょう。よろしくお願いしまーす。新しいとこできるぞ。何が待っているのか、俺のこと何が待っているのか。武器はじゃあ、せっかく強化したヒーロー装備のこの、これヒーロー装備って書いてないんだね。ヒーローシューターって書いてある。あれ逆か。ヒーローシューターって書いてなくて、ヒーロー装備って書いてあるんだ。またわけがわかんなくなってきた。これ何？上に登れるわけじゃないんだ。先に進めばいいのかな？ケバケバタコちゃんを倒して、どの前に進んでいけばいいのかなと、おっと。小邪気を見てる間に倒すと。完璧ですね。で、まだ先に行けばいいんか？こっちか？ちょっとだけショートカットして、はい、上行きます。こうやって壊しておく。アーマーか？やっぱりアーマーだ。こういうとこになるの大体アーマーだ。よし、小邪気！あとは任した。暴れまくってる。ナイス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 。何？上にいるぞ、なんか。上になんかいるっぽい。ちょっと危険だけど。わあ、ウルトラショット手に入れたぜ。上行くのかな、これ。あそこ行くのかな。なんかチャージャーみたいなやついるよな。よし、来た道戻るんだ。道がわかんなくならないようにしないと。目の前に壊して。まだ、まだ、スーパーサイヤ人ブルーになった。一応投げとこう。これだけ倒しといて、あー。しゃあね。攻めよう。もうゴリ押しだ、攻めよう。オッケー。こじゃけた遊んでる間に。倒す。オッケー。上はなんだこれ。いくらの缶詰ですね。あれ？待って、もうゴールだよ。じゃあ、せっかくだし、ウルトラショット使っておこう。イエーイ！ちょろちょろ！ちょろいよ！いいんすか？こんな簡単で。てか、俺これ終わるまで、まだガチマッチできません。これ終わってからやろうかなと思って。全然できない。早くやらせてくれよ、ガチマッチ。はい、ありがとうございました。いくらたくさんもらいましたね。おーし、目の前にあるこのケバケバをどんどん壊していこう。3000までからな。よし。手に入れた。オッケー。100回収。そして目の前の400。これも壊して、左端から攻めていこうか。お、何かあるのか？そこか？おー、ナイス、ナイス。また100回収。いいね。失ったものを取り返してる。はい。はい、大きいものをゲット。で、400使って。次は何かな？こっちにありますね。とりあえず壊して、オッケー！ 100 ゲット。で、上に何かあるのか？この上には夜間だね。夜間もうせっかくだし行っちゃいましょう。え、カニタンクでゴールしろだって。かわいい。もうやる前からかわいいの分かってるもん。カニって。はい。よろしく。よろしくのよろしくです。カニタンクここで使えるなんて。行くぞー。カニタンク行くぞー。とりあえず登るんだ。遅いよね、これね。え、これ撃てばいいのかな？カニちゃんは前に進めるの遅いわ。やっぱ横にしか動けん。横移動は早いけど、前には全然進めない、このタンク。ほら。あれ？俺全部開けた。あ、もう一個か。これで開くの？あ、いた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 。前遅いから、横で、横で行こう。見えねえ。見えねえ。なんも見えねえ。アルマジロで行った方がいいのか。あ、これ壊すの？壊すんだ。なんかめっちゃ動いてるけど。これ全部壊せばいい？とりあえず足をぶっ壊す。足をぶっ壊したぞ。届くかな？ここが限界か？まだ行けるか？ギリギリか？もうちょいいけるか？待って、カニちゃんで落ちちゃう。いや、落ちていいのか。ちょっとカニちゃんで落ちといて。いや、上すぎるなぁ。あ、これ戻れって言われてる。壁塗って戻ろうって言われてます。これ塗らなくても登る。あ、塗らなくても登れるんや。なるほどね。で、
僕はどうすればいいのかな。この金網のとこから行くのかな。邪魔だ、どいてくれ。で、これでジャンプもできるらしい。おい、オッケー。当たらないようにここ進むのか。足があっち行った間に、はい、オッケー。あれまじろ。はい、オッケー。ギリギリ。ダンボール壊させてもらって、よいしょ。あ、打ち合いだ、打ち合い。アルマジロで突撃するか。うり突撃アルマジロ突撃うぃオッケー。あ、待って、これ危ないんじゃない？危ないね。ちょっと待ってよ。これ上にはいけない。どうすんだろう。この腕が来てない間に、前に進むんだ。オッケー、わかった。あそこの凹みに行くんだ、右側の。こっちだ。この凹みに降りる。オッケー。で、この先行ってどこ行くの？あ、ここでいいのか。あ、これ撃っちゃうかも。うわぁ、危ない！危ない危ない危ない。オッケー、で、手の内側も壊しとこう。で、これが行った時に行く。え、大丈夫ね、これ。大丈夫？あ、上に行った。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 うわぁ！オッケー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 。なんかよくわかんないけどできた。なんか予想してたのと、全然違うわ。あ、いけた、いけた。これ全部壊せた？え？ジャンプしても届かないって。じゃあどうするって？この下に行くのかな？なんだろう、これ。あ、ロボットの頭だ。降りちゃった。降りちゃったよ。これ間違ってるかな？降りちゃった。どうすんの？ジャンプしてもいけないから、このロボットさん、あ、このロボットさんのさ、ここに降りるんだ。で、向こうから壊せる？あ、壊せる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 。よし、爆弾撃っていこう。あ、爆弾あんま入らない。うわ、中入って、中から爆弾撃っていこう。はい。全部壊していこう。はい。オッケー、全部壊したよ、マト。あ、動いた。え、閉じ込められたんですけど。あの、閉じ込めら、あ、後ろ開いた。びっくりした。びっくりした。閉じ込められたかと思ったわ。動きが変わったらしい。上に行ってる。これ着くのか？待って。とりあえず左にジャンプするか。とりあえず左ジャンプ。オッケー。で、上乗って、あれ乗るのかな？右側の。ちょっと行ってみようか。この上もう一回登るんじゃないか。え、ロボット面白いね。新しいわ、なんか。はい。はい、オッケー。あ、わかった。ここ使うんだ。これ使うんだ。行くよ。次来たら行くよ。俺ジャンプで行くよ。はい。そして、もう一回。はい、オッケー。アルマジロ。アルマジロアタック。アルマジロアタック。アルマジロ。遅い。遅い。あれマジロさ。かわいいんだよな、でもな。カニタンク俺結構好きなんですよ。意外と好きなんですよ。こう見えて、とても好きなんですよ。射程はジェットスイーパーぐらいあんのかな？射程も長いしね。ありがとうございました。うい、次がどうしよう。とりあえずケバインク壊していこうか、400。壊していきましょう。あ、何かある？何かあるわけではないか。側面とかも何もないかな。一応こういう側面にね、あの隠し扉とかあったりするから。じゃあこれ壊すか。400。安いね、まだね。いずれ1億とか来んのか。1億はやりすぎだろ。オッケー、これ、登って。ここまだ行ってない。行こう。はい、スポンジを使ってゴールしましょう。いろんな武器でやらなきゃいけない時もあるからな。それはまたサブチャンネル上げていくか。まあ、攻略になれば、みんな止まってるところが、みんながさ、このゲームで苦戦してるところを俺が、もうちょっと遅いかもだけど、動画出てくる頃には遅いかもだけど、なんか、参考になればいいな程度でやってるので、まあ、いい、でも一番は楽しんでやっていこうかなと。あ、いるいるいる。隠れてからの子。スポンジを大きくして登れって書いてあったから、多分そういうことなんだろうな。うわ、危ない。
はい、マルチミサイルゲットした。倒して、登って、マルチミサイルなんか弱体化した？あ、これ取れない。あ、取れた。オッケーオッケー。で、ケバーケバー、タコちゃんを倒しつつも、上に行きましょう。こっちから回るのかな？いるね。角待ちしてるよ。俺が出てきたとこ攻撃しようとしてるんだろう。いやらしいやつやな。壊して、オッケー。オッケー、スポンジいいよ。オッケー、どんどん上行けるんだけど、ここになんかある。取るか。はい。イクラはしっかり集めていきましょう。いずれ使うので。で、さらに先に、おぉ、ちっちゃくしないで。ねえ、ちっちゃくしないで。ほら、アーマー壊れちゃったじゃん。アーマーですらないや、もう。くそ。ちっちゃくしやがるかな。よし、チェックポイント。でっかいスポンジを大きくするよ。はい、スポンジボブ。このスポンジがガードになるのか、一応。よし、この上乗れば。危ない危ない危ない。このスポンジガードして、撃てってことや。ってことや。よし、この箱もうまく使っていきましょう。うおー、急に現れた。急に現れた。オッケー、上の倒した。で、結構スポンジを使うとこはあるんだけどさ。下にもあるな。ちょっと待ってよ。一応全部壊すか。アーマーだ。ラッキー。もらっておこう。オッケー、もうないか。これ全部。これ全部だ。あれ取っとこうか。小邪気に任せん、あれは。なんかいいのある？うん、オッケー。いくらでもいいよ。あー、またアーマー。スーパーサイヤ人ブルーになりました。これで2回攻撃されても大丈夫。そしてマルチミサイルを、ここで使っていけばいいんじゃね？いっぱい撃て！で、あとは進んでる間に、ほら敵がいなくなった。進んでる間に敵がいなくなる。もうウルトラショットまで手に入れてしまった。うーい、まず一発。そしてからのもう一発。とことこ歩いて最後の一発。オッケー、敵がいなくなりましたと。ナイス！カニタンク、面白かったな。関係ないけど。さっきの方が好きだわ。もう全部カニタンクに引っ張られそう、これから。いくら面白くてもカニの方が面白いとか言いそう。サメとかもやりたいね。せっかくサメタンク？違う、サメライドもやりたいですね。はい、また3000回収した。待って、目の前にまたあるんだけど、行くか。もう見えてるし、行こう。今ちょっとチラって見えたんですけど、ヒーローシューター使えないぞ。他の武器だったぞ。ほら。おすすめはバケツらしい。じゃあバケツで行こっか。おすすめしてくれてるからね。これ何？的壊すの？的を壊してゴールします。はい。はい、オッケー。いやー、これは面白いやつだ。え、動いてるめっちゃ。届くかな？ほい。あ、届いた。さらにその先。オッケー、届いた。で、ライドして、さらにその先。みんなこれ苦手な人とかいるのかな？せっかくだし、イカリング取っときましょう。いや、動いてる。届け、届け。先にこっちかな？オッケー。下、下の、これ、オッケー。あーね、下のは。せっかく壊したと思ったのに、あ、終わっちゃったよ。そう。失敗ってことやな。まあ、難しかったってことや。オッケー。倒した。これ距離感わかんなくなるね。目の前の方も動くから。あと優先順位だ。優先順位失敗したら終わるから。しっかりとりあえずイカリング取って。はい。3個しかもらえないけど、ちょっと取っといて。右のが近いのかな？あ、そうだね。やっぱり。優先順位失敗しないようにしないと。よし、先行きましょう。待って、中間地点しっかり取って、じゃないとさっきのとこ戻っちゃうから。中間大事。で、今度は失敗しないように行きましょう。お恥ずかしいところをお見せしました。変な動きするのやめてもらっていいですか？あーっと、危ない！ギリギリ！ジャンプしたから落ちたんだ、さっき。ちょっと待って。ちょっと待って、ジャンプしなきゃ。超えちゃうんだけど。ちょっと待って。あ、ちょ、やっぱ超えちゃった！やべえ！あと1機しか残ってない！やばいぞ！みんなやばいぞ！ジャンプしない方がいいかもしれない。マジでまずい。え、届かん。
届かん。オッケー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 。ジャンプは、極力しない方がいい。じゃないと落ちちゃう。スーパージャンプ、ジャンプはしない方がいい。オッケー、下壊した。あとなんか、でっかいのあるな。でっかいのある、でっかいの。でっかいの。待って、インク回復しなきゃ。インク回復しなきゃ。待って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 。あー、インクなくなって落ちた。くそー、恥ずかしい。失敗しました。皆さん、スタート地点からやり直していこうかなと思います。バケツ、おすすめ武器。みんなは失敗してないと思うんですけど、僕は失敗しました。とても、とても悲しいです。頑張ります、次は。はい。はい。あの硬いやつの前にインク残しとかないとダメだな。インク大事だぞ。インクマジで大事だぞ。インク消費量、考えて。残りのインクのね、残りを、タンクを、覚えとかないといけないので。やばい。オッケー、した、オッケー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 。で、一応チェックポイント取っといて、はい。さっきあえてチェックポイントからじゃなくて、スタートからやり直しました。これが届くかどうかなんだよな。届け。いやー、ギリギリ、マジでギリギリ。いや、ここなんだよなー。とりあえず当てたいよね。真ん中とこの、やばい！やばい！あとちょっとインク、インク、マジでインク、マジでインク、マジでインク！くそ、くそ、くそ、どう？ギリギリいったと思うんですけど！ねえ、無理なんだけど！ねえ、みんなこれどうやってクリアしてるの？クイボとか投げてみる？クイボ。あ、クイボ強え！ははは。これ、クイボだ、みんな！今気づいた、クイボだ！これはクイボだ！ほら！ほら！ほら！で、最後に、最後のやつだけ、普通に撃てばいいんだ。あ、壊せる。インク、オッケー、ギリギリいったなんだ、クイボかでもこれ、バケツだけでもやる人いそうだね。難しかった！ありがとうございました。なんか普通に失敗しました。サブもしっかり使えってことやな。なるほど。難しかった。普通に難しかった。でも、面白いですね。ちょっと難しいぐらいが、面白いかなと。さあ、次はこの、ケバンインクしっかり壊していきましょう。600円 !600 円使おう。あ、レールあるよ、こっちにも。で、600円使うか。一応。いて、一応上行くか。うわぁ、夜間ある。壊せるとこ壊そうかな。どうしようかな。まあ、せっかくだし、これ開けていくか。ね。はい、ディスクゲット。さらに、ここにも、発見しまして。はい、お金と、いくらと、ここにもあるのかな。はい、いくらちゃん、教えてくれてありがとう。いくらちゃんじゃない。これだけちゃん。はい、いくらゲット。300円使っていきますよ。あれ？しっかり当てましょう。動かないでいきます。しっかり当てましょう。あ、ライドレール？あ、じゃ普通のレールだ。もうなんか上に行けって言ってるね。あ、これあれだ。全部壊すやつだ。全部壊すやつ、まあ、いっか、やるか。いや、これ、ちょっと、ちょっと早く、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 ケバ！ケバ早く！早く！早く！上行っちゃ危ない！ちょ、ケバ！ケバ早く！その間に、その間にじゃあこっち。オッケー。戻れ戻れ戻れ。これ上だ上だ。はい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 。で、元の位置戻れ戻れ。三つ三つ三つ。三つ、三つ、オッケー。さらに最後の上に戻ると。で、戻ると。オッケー、ミステリーファイルゲットしました。7番目。佐久間さんのやつ、これは後で見ていくか、みんな止めて見てみてください。今度、俺もしっかり見よう。で、300使って。でも全然なくならないね。この小鮭のやつ。イェーイ、レールゲット。あ、ここに何かあるのか？どこ行くんだ？あ、ありがとう、教えてくれて、ここか。サンキューゲット、いくらゲット。こっちにもないの？こっち。あんじゃん。ほら、目の前に。俺、小鮭より先に気づいちゃった。はい、ゲット。
考える人の置物ゲット。イエーイ。あれ、この上はなんか見れるとか。あ、待って、この上にある。さらに見つけた。自力で見つけたぜ。やったー、フードチケットー、ラッキー。ちょっと戻りますか、上に。まだ上のやってないので、上の槍に戻りましょう。おっと、この上とか行けそうじゃない？何もないのかな？てか乗れないか。あっちか。ちょっとケバから行きましょう。100！ はい。あれ？スルーしやがった。スルーしてった。これは何か？あ、煮干しじゃん！やった！こんなとこにあったんや。煮干し大事なんですよ、煮干し。はい。はい。なんか当てんの難しい。なんかあるわけでもないよね。OK、とりあえず壊していきました。700。はい、ありがとうございます。お、夜間あるね。で、ケバもう一個壊して。まだ2000あるから、結構いけるぞ。こっちにね、あるね。ありがとうね、教えてくれて。はい。どんどん回収していきます。こっち側は？こっち側、あ、箱がある。ちょっと箱壊していい？ OK、何もない。で、インク500円。普通に今持ってるさ、いくらだけでさ、あ、空いてるよね、結構。いろいろなものが。あ、てか、これ中入れん？あ、壊せるじゃん。はい。はい、またフードチケット。これ大事。で、ここになんかあるのか？はい、教えてくれてありがとうございます。何かが入ってました。あとは？こじゃけ、どっか、いいとこない？こっち？こっち何これ？で、これ何？なんかパーツみたいの見てる。好きなのかな？てか、何食べんだろうね、こじゃけって。君は何食べるんだい？本当に。餌は何だろう？何あげれば生きていけるんだろう？虫とかでいいのかな？鮭って。小魚は食うだろうね。この子たち何食べてんだろう？謎が深まるな。あ、上登れない！上登れないし。いいや、じゃあ夜間開けてくか。しょうがないな。これもクリアしよう。結構今回やることが多いぞ。いろんなものやらなきゃいけないからな。プライムシューターですね、今回。はい、来ました。これなんて書いてあった？あーって何すればいいんだ？一応サブはスプラッシュボム。スイッチオンにしてゴールしましょう。ってことはゴールを目指そう。まちょっと遠いところにある。だからプライムなのか。あれ？行っちゃったよ？ねえ。あれ、僕はどうすればいいの？あ、あったあったあった。あ、下から行くんか、これ。画期的だな。え、これは？あー！早っ！スイッチを塗るとあっちの方に飛んでいくらしい。ってことは、貼り付けばいいのか、スイッチ塗ってから。こういうこと？乗ればいいんじゃない？あ、あー、落ちちゃった！もう！意地悪！あれ、こっちなんかある。まあ、せっかくだし、イカリング取るか。はい、イカリング取って。イカリング美味しいですよね。まあ、僕、オニオンリングのが好きなんですけどね。で、怖そう。で？これもあっち行くのか。くそー。乗れないな。あのスイッチ押してきた。あー、危ない。このスイッチ押したらどうなる？あ、抜けちゃうのか。これ潰されない？大丈夫？あー、上行っちゃう。くそー、置いてけぼりだ。置いてけぼりだ、ほんとに。やべ、バレる。普通にジャンプで避けれる。オッケー。横に動けばいけました。よし、これで行くしかないのか。あれ？あれ、どういうことこれ。上に撃つのかな？関係ないね。ボムは？ボム行きます。ダメだ。あ、わかった。あれ塗るんだ。あれ。あれ塗るんだ。もう局車で塗れるじゃん。一応これで塗る予定なのか。でも壊れちゃうから一回撃つだけでいいのかな？あ、無理だ。もういらないこれ。ジャンプじゃいけなくねこれ。どうやって行くん？乗る？え、無理だ。え、どうすればいいの？どうすればいいのこれ。これ何？これ。
無理だ、もうジャンプでいけってことかな。いきまーす。うおー、無理です。無理です。じゃあ、こう。あー、惜しい。あー、反動で落ちちゃう。あー、わかった。あれが橋になってて、これスイッチなんじゃね？これ。だってブロックあっち入ってるから。ってことはまだ撃ってないやつがあるのかな？そういうことだよね。これさ、これとかじゃない？これ、どっかにスイッチない？ないか、下は？下は？あ、下あるじゃん、ほら。あった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 。これ気づかなかったね。まだあんのかな？まだ理想じゃね？まだ隙間あるよね。一個だけあるぞ。わかった。全部開けなきゃいけなかったのか。あ、あったあったあった。上にあった、上にあった。これでいけるか？あ、いけるっぽい！なんだ。足りなかったのか。普通に足りなかったのか。それは落ちちゃうわ。でっかくこれで、撃つのか。あ、上登ってる、上登ってる！すごい！上登ろう。え、これイカ登りでも登れんの？すごい！一気に登れた。こんな長いとこガチマッチとかでないから使わないんだろうな。いや、難しかった！全然わからなかったですね。謎解きか。あ、でも次やったらわかるわ。そりゃそうだけど。はい、ありがとうございました。そこに至るその過程も美しいをクリアした。ただ、まだやってないやつ、ここにもありますね。どんどんやっていきましょう。いっぱいあるな、そう考えると。たくさんあるな。まだこれで2ステージでしょ？ 1、2、3、あと4つぐらいあったよ。全然終わりませんね。全然ヒーローモードがクリアできません。限られたインクでゴールしましょう。え、今撃っちゃったんだけど。今撃っちゃった。せっかくだから、ケチるか。ケチ塗りでケチるか。これ壁にもさ、あれ壁塗れんのかなこれ。いけるかなペチ塗りで。はい。あ、無理だ無理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 。え、じゃあどうしても登るの、あ、こっちから登れるやん。オッケー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 。なに？これはもう、確実に、撃つしかないね。オッケー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 。一発はもうしょうがない。で、上登って、あんまインクの無駄遣いはしないように。これはなんだ？あ、上から見れて、そっか！一個使うと全部塗れるとこ探せばいいんだ。そういうことか。どこがいいんだろう。右上かな？右上っぽいな。わかったぞ。多分、この右上だ。ここで、見てて、みんな。スイッチが入ると思うんだけど。どうだろう。頑張れ。よし、ぐるぐるして。いいぞ。よし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 、完璧ですね。OK です。よし。そして下は、これはぶっちゃけ真ん中で撃てば、あ。あ。奥で撃つべきだった。もしかして、あー。やべ、一個無駄にしちゃうかも。一個、俺、一発無駄にしちゃう。大丈夫かな一発ぐらい。一発ぐらいできたよな。うん、ごめんよ。よし。まあ、しょうがないよね。一発ぐらい。いや、なんとか持ってくれるといいんだけど。いけるかな？よし。次、次、次、次。うわー！タイミング？タイミング、真ん中来たわね。いた！うまい！うまい！オッケー。で、さらに先に行く。オッケー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 。完璧完璧。よし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 。あーよかった。無駄にならなくて。危なかった。何回かミスしてもいいようになってたのか。優しいな。1,2,3,4 あと4つか。4つステージあんのか。ちっちゃいマップみたいなのもあったけど、それも入るのかな。まあいいや。小鮭投げていきまーす。2000！ 待って、2000って多くね。あ、次のステージいけるから2000なんだ。はいはい。まあでも、いいんじゃないですか。
ここに隠れてんの探して。まあ、せっかくだからね、全部やりたいですよ。あ、これか。よし、なんかゲット。置物スピーカーゲット。もうないのかな？まだある？あ、ここにある？え、なくね？ああ、こっちか。時々出てこない。オッケーオッケーオッケー。それでもうないかな。情けだね。よし、200使っていきましょう。なんか出てくる？あ、レールだ！オッケーオッケー。待って、こっちにもさ、ヘバインクある。200。ここもなんかありそうじゃん。レールか？レールだね。いいね、今回レールがたくさんあって行きやすい。ちょっとこっち行こっか。ここは来たとこ戻ってるな。まだでもやったことない夜間はあるはずだから、ここのケバインク壊していきましょう。100円安い。はい、ありがとう。小鮭が本当に誘導今回。あ、これ一緒に壊すか。一緒の方が早いんじゃない？オッケー、ミスルマイルだ。よっしゃ、何番？ 5 番。なんかすごい漫画みたいな出てきた。後で見たいですね。この世界の漫画なのかな。上には登れない。ここでいっぱいいっぱいなのか。じゃあ、あとは？あ、ケバインク発見した。400円。400円使おう。何もないけど、でもこれ確か、ここにレールがあるから。上に行ける。上に行ける。オッケー。さらに上に行けますね。オッケー。ケバインクも使って、900か。高いけど、大丈夫。よし、これ壊そう。イエーイ。今回ストリンガー使えるぞ。使っていきたいな。でもおすすめどっちだろうね。優しいよね。おすすめ武器とか書いてくれるの。それ使いたくなっちゃうよね。おすすめは、ごめん。ストリンガーなんてなかった。風呂だった。ヒーロー装備でした。ヒーロー装備使ってやっていきたいと思います。今回のミッションなんだろう。で、ヘビーブロックを使ってゴールしましょう、だって。これのことか、ヘビーブロック。ほら、あれじゃん。マリオであったぞ。マリオで。これ、猫マリオと同じ定義だぞ、これ。これ。あったよね、猫マリオの時に。俺、ね、マリオシリーズやってるからわかるよ、俺。パクリか？ニンテンドー同士だから。パクリとかないだろうけど。あ！スリンクラやめて。リンクやめて。勝手に撃たないで。機械がよ。機械が勝手にいじんじゃねえ。いずれ、なんか我々の世界 AI で、なんかね、AI にやられちゃうらしい。取られちゃうらしい。食とか。あー、待って。待って、当たんない。あ、当たった。ちょっと当たった。曲者で、曲者狙えばいける。あれ、これ以上いかなくね？あ、ボムかな？違う。こじゃけ、こじゃけ違う。あれだ。一個手前の。そう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 。ありがとう、こじゃけちゃん。で、これ壊そう。オッケーイ。こじゃけしっかりやっぱ使っていかないとヒーローモード。オッケー。チャージャー避けて。これ打って、ヘビーインクオッケー。さらに先に行きましょう。こっちはあとこじゃけに任せるか。はい。で、その間に、俺が、移動して、おお、ぐるぐるしてる。ヘビーインクすごいな。いや、鍵だね。鍵ゲッチュ。待って、ヘビーインクって時間あるんだ。やばいぞ。オッケー、いくらゲッチュした。よし、打ちまくるか。まだか？まだ続いてるね。オッケー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 。じゃあ、俺今鍵ゲットしたので、この鍵を、開ける！解除！よし、チェックポイントだ。最終チェックポイント、最後だって。これはもう壁にして戦いってことなんでしょうね。もう壁なんていらないよ。もう俺ぐらいまでいったら壁なんていらん。はい、イカロールでしっかり避けていく。はい、イカロール。はい、イカロールでしっかり避けていく。オッケー。で、壊して、あ、これ全部撃つの。よっしゃー。撃ちすぎるとちょっと壁になっちゃうから気をつけないと。あとはゴールするだけ。あ。こうすればいいのか。よし。おじゃけに道作ってもらいました。ありがとうございました。今回めっちゃ長いけどね。全部一つのステージクリアしようかな。この動画で。そろそろご飯食べたい時間なんですけど、もうなんかゲーム始めたらご飯なんてね、どうでもよくなっちゃうからね。
はい、ありがとうございました。なんか猫マリオっぽいステージでした。壊しとくだけ壊しとこう。北極車で。煮干しか、取り行かなきゃ。先に、ケバ。1000円は高いぞ。1000円は高いぞ。よし。え、待って、デカヤ感あるんだけど、これボスじゃね明らかにボスじゃね、ほら。ほら、ボスあるよ。待って、まだやってないステージあるんじゃないの俺。あと、ケバはまだ壊してないよね。全部やらなきゃ。全部やらなきゃ、ほんとに。待って、誰か喋ってる。あ、ごめん、アオリちゃん。ごめん。ごめんね。どうしたの？ゲットからイクラが出てきた。もしかして。くれるのか、俺に。おい、くれた？今くれたのか、今。入ってた？ポケットから出たイクラ、そのままポケット自分のだから自分のにしたんじゃないか。おい。見てないぞ。あ。800たっか、ちょっと待って、間違いないっつった。え、これ以上ありましたっけ？やか、あ、これだ！これもそうだ。これをやらなくてはいけません。さあ、次は何が起こるのか。よろしくお願いします。96ガロンですね。威力強いぞ、今回は。さあ、迷路だって、うわー、俺前言ったよね、迷路苦手だって。俺迷路苦手なんだよ。悪いけど上から行くわ。迷路。悪いから俺。はい、ごめんね。もう迷路にあるまじき恋ですよね、上から行くって。ゴールどこだい？あ、ほら。あ、取れない。これどうやって取るん？これどうやって取るん？これどうやって取るんこれ。取れないの？これ取れないんこれ。これどうやって取るん？撃っても取れないんですけど。まあいいやん、もう。迷路にあるまじき、上から行くという機構。しかし、痛い。しかし、ゴールがわかりませんね。鍵とかあるわけでもないのかな。オクタリアンはたくさんいるんですけど、はい、倒します。はい。あ！道あるじゃん。ゴールか、こっちが。ゴールなんじゃないか。あ、登れるぞ。合ってるぞ、これ。お、なに？上になった。待って、縦の迷路ってこと？いや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 。これ上に行くのか。すごー！スプラトゥーン、すごー！なんかドンキーコングのゲームみたい。すごー！なんか上から、あの、ローラーみたいなやつ落ちてくんじゃない？あ、だからこれ取れるようになるんだ。そういうことか。この状態から取れなかったんだ。痛い痛い。痛い痛い痛い。マジで痛い。危ない。急に撃ってくんのやめて。やめてやめて。ああ、これ動いてるのか。ってことは、壁に張り付いて、ああ、足元取らないでよ。こうやって行くんだ。はい。せっかくなので、イカロールしとく？イカロール。ああ！イカロール通じず。ここで使うか。イカロール。ああ！いやあ！イカロール、オッケー！で、左側だ。もうあれやっていい？ふっ。なんかそんなにいかなかった。側面移動。あ、これ上じゃね？ガロールでいくか。おー！あ、ゴールした！え、スプラトゥーンすごい！ただちょっと既視感のあるステージだったな。ドンキーコングみたいだった、昔の。これである程度は終わったのか？俺の夜間生活。終わったんじゃないか？見てみる？夜間は、ほぼ終わりましたね。8まで終わりましたね。ただ、一個ボスみたいなやつやってないので、あとそれだけだ。で、残されたケバインクは、こっちだけなのかな？これかな？あー待って！またモジャオさんになっちゃう！やだー！落ちちゃった！毎回これやるよね。前回もモジャオさんになっちゃったし。気をつけないと、本当に。ほい！ 800！
危ない危ない危ない。800を壊して何もないか？本当に何もないのか？ただ登るためだけにあったのかな？ 200！ はい。はい、オッケー。あ、こっちにあるよ。オッケー、置物ゲット。からのここにもあるのか。教えてくれてありがとう。はい、いくらゲット。あ、まだあるの？ここにもあった？すごーい。めっちゃあるじゃん。さすがにもうないか。わあ、こじゃけが落ちた！ごめんねー。さあ、これ以上のものは、あるのか、果たして。あ、もじゃもじゃあった。上に一応ある。あのもじゃもじゃ行くか。他には？こっちにもじゃもじゃない？あるじゃん。線で足りるかな、残りのもじゃもじゃ。この上はどうやって行くの？上から行かないといけないのか。ってことは、こっちからが必須だな。あ、結局レール使うのか。ここの。結局ここのレール使って、この下なんよな。一回降りるんだ。400！ いけた！何かある？あ、カードパックじゃん。イエーイ。縄バトラー意外と面白いですよね。これ壊そう。あ、煮干し！やった！煮干しゲット。で、こっちか。はい。はい、いくらゲット。400か。ここの。ここのケバケバは？あ、さらに何かが。埋まってますね。あ、ミセリファイル！イエーイ！あ、6番！これで5、6、7が埋まりました。やったー。で、本当にあとボスだけじゃね？あ、待って。気になるものを1個発見した。これですねー。ふいー。あと本当に隠されたやつだね。ないね。ない。あとあれだ。あのバルーンだけ壊そう。このバルーンだけ壊しましょう。どうしよう。こっから投げるか。これだけ投げればいける。これでね、いくらも手に入るので、100個手に入って、じゃあ、行っちゃうか。これで全部のものは見たんじゃないか。うん、落ちてるものもない。完璧なんじゃないか、今回。よし、じゃあ、ボスかな？やってみましょう！行ってきます！ドキドキ、ワクワク、ドキドキワクワク、ドキドキ、ワクワク、ドキドキワクワク。イエーイ。何が出てくるのかな？初めてやるわ、今回ヒーローモードのボス。うわー、でかいステージ。あ、待って、タコワサ将軍だけ覚えてるわ。あそこから出てきたね。あ、待って、また？あ、違う、ウツホだ。俺、ウツホと戦わなきゃいけないの？わしらの手下にならんか？そしたら、お宝を半分くれてやるって。今度、ウツホと戦わなきゃいけないのか。強そう、待って、強そう。覚醒してる、なんか怖い。拳で語れと。イエローウツボ、カモンって言ってる。やっぱさ、笛吹くのは合ってるな、似合ってるな。コサックダンスしながら笛吹いてるイメージあるもん、ウツボ。あ、アラジンとか出てきそうだよね。うわ、なにこれ。やばい、絶対当たったら死んじゃう。怖いもん、これ。動きが早いな、回転が。止まった時がチャンスかな。やっべ、なんかウツボいっぱい出てきた。これ壊せる？これ倒せばいいんかな？倒そう。ちょっと強いやついるな、時々。オッケー、全部倒した。全部倒、これ投げとく？こじゃけーあ、動き止まった。ってことは、今のうちこれ登るのかな？あ、撃つ方！おい、俺撃つ方に撃たなきゃいけないのか。今回。お。まだやるのか？第2ラウンドか。いいだろう。ちょっとウツボかっこよくなってね。ちょっとかっこよくなってるぞ。さあ、また来ましたね。これ避けないといけないですね。おー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 、下からウツボが流れてくる。なにこれ、全部倒せん。いや、いける。あ、いけた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 。オッケーオッケー、回転も無意味よ。俺を前にしても回転は無意味。さあ、撃つ方。くらえ。オッケー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 。2ラウンド目も勝った。次は3ラウンド目、最終ラウンドか？
俺なんかビリビリしてるぞ。えぇ、いっぱい出てきた。普通に顔怖いんだけど。トラウマになっちゃう子供たち。普通に顔怖いけど。やばい、トルネードのレベルが上がってる。トルネード、やばい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 。これ着地使ってみるか。うれぇ、あー、着地何もできず。着地何もできずよ。そう。意外と、待って、マルチミサイルみたいなの来てね。おー、そういうことか。やばい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 。あ、でもくっついてる間に倒せる。これ今のうち、今のうちいっぱい。かわいい、なんか。なんかかわいい。全部打ち返したいのに、ね、帰っちゃった。回収されちゃった。そう。次なんだ？ん？大渦。ウツボの渦。来た、また来た、また来た。壊していきましょう。これは簡単だから。てか数が減ったな。最初と比べると。ちょこちょこ倒しましたからね。痛い！痛い今の！あー危ねえ！倒したよ！あ、いける！いけるいけるいける！ウツボの距離早かったな。距離ってか速さ。これさ、着地でいこう！ほい！着地で倒したウツボ！どうだ？勝ったか？勝った？ぐぅ！まさかここまでの腕前とは。ふん、これでスリミ連合に勝ったと思うなよ。勝ったみたいです。この、イエローウツボたちに勝ったみたいです。ちょっと普通に強かった。わー、真っ青。あ、なんか飛んできたぞ。何あれ。お、パーツ？おい、これかっこいいぞ。なんかのパーツかな。いただいちゃおう。オルタナに封印された輝く器。それは。なんか乗り物のコックピットなのかな？骨組みだけだったね。あれかな？プレハブ工程みたいにいろんなとこでいろんなのゲットして組み立てるのかな？それこそ。じいちゃんはいなかったみたいだね、だって。よし、とりあえずね、いただきました。応答されたし、あ、おじいちゃんからの通信。じいちゃん、今どこにいるの？お主ら無事じゃったか？こっちのセリフだよ。もう。ここは真っ暗でようわからんが狭い部屋のようじゃ。なんとか脱出せぬが、できんか試してみるわい。こっちも探してみるから無理せんようにね。なんかあったらすぐ知らせて。電波は通ってるんだ。なんか狭いとこにいるらしい。閉じ込められてんだろうね。じいちゃん。いや、じいちゃん、ここにはいなかったから、別のとこなんだろうな。とりあえず、僕はゲットすることができました。よし！よし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 。それでは、今回のミッションは成功したということで、これを手に入れました。で、次は、ステージ2の、あ、違う、ステージ3か、サイト3を行こうかなと思います。で、あとね、まだ、全部クリアしてない武器が、スプラスピナーとか上の方にあるんですけど、これは、またじゃあサブチャンネルの方で、やってるとこを上げていきたいと思います。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。